はい。というわけで皆さんこんばんは。今日はよろしくお願いします。えっと、今日はですね。 えっと実はこのネタで先週ジャパンイノベーションネットワークの西口さんとお話しさせていただいたんですけど今日はさらに深掘りして、まあ、企業側で実際にですねイノベーションを起こしているまさにど真ん中でやっている方々3名お招きしてですね、移動 <laughs> 発表の意多くということで1時間ほどお届けしたいなと思っています。えー、っと事前にです、ねえー、っと質問等々いただきましてどうもありがとうございます。今大体参加者、えー、っと60名ほどどなんですけども、えー、っと割との方が、えー、っと半分以上いらっっしゃ 見てたらわりとその、まあ、イノベーション的なことはやってて手段から入ってないなけどなかなか定着しないだったりとか割と組織の問題とかですね、まあ、結構悩みを抱えてらっしゃる方い,いるのかなと思っていますそんな中でですね、えっと、今日はこのお三方をお迎えしてですねいろいろ皆さんにヒントを差し上げたいなと思っています、えっと、今日のアジェンダとしては最初に、えっと、まあ自己紹介いただいてです、ねえっと、そこから僕の方からちょっと10分ほど、えっと、この2月にですね 基礎発イノベーションの科学という本を、僕はなぜか科学,科学好きなんですけど、まあ、今回の科学ということで、基礎発イノベーションの科学という本を出させていただいて、そこの一番のキーとなるポイントですね、えー、と僕はそれは3階建て組織という呼び方をしているんですけども、まあ、一過性に終わらずですね、ちゃんとそのイノベーションを継続するには、そのただ単なるその戦術レベルではなくて、組織戦略レベル、僕はメンタルモデルって言ってるんですけど、マインドも含めて変えていく必要があるのかなと思っています。 でそこについてちょっとお話しさせていただいて、そこからですね、まさにそこを実践されている、えー、っと、まあ、英語の中村さんであったりとか、あとは、そのセコムのオープンイノベーションリの担当理事になっている長谷川さんですね。僕も長谷川さんっていう名字の方、初めてあったんですけど、これ長谷川さん、長谷川さんと言います。であとは、そのオープンイノベーションを、まあ、様々ままな、えー、っと、側面からですね、支援されてて、僕もかなりこれまでコラボをさせていただいている、アドライト代表の、えー、っと代表テレビの木村さんですね。 ク、えーまあ、クロスフォークでお届けしたいなと思っていますで7時50分ぐらいまで,です、ね、ちょっとクロスでお届けしてで残りの10分は皆さんから事前に質問いただいたんですけどぜひこれ聞きたいわってことをチャットに入れていただいてです、ね、でそこでまず決めたいなと思っておりますということで一番最初にです、ね、じゃあエイ、えー、コン代表の中村さん自己紹介の方をお願いします。はい では、あの、画面共有を許可お願いします。ああいつもやるミスです、僕ね、これ。はい、<laughs> ぜひ、皆さん、横の8の、あれ8のあれですよね、この名詞って。これ、スキャンすると繋がれるので。あ,であ,あ、違うんですよ。これは、エイコンのエイコンの方ですかエイコンに繋がれます。なるほどはい、ぜひ。で、簡単に自己紹介させていただきます。<laughs> エイコンはオープンイノベーションのプロフェッショナル集団として、プラットフォームをベースとしたサービスを展開しています。年間イベントは60以上、登録者数は今1万5000を超えました。事業家のつながりは1万7000社というところまで来ております。4つのサービス展開しております。左上のプラットフォーム、右上のメディア、左下のイベント、右下のコンサルティングという4つの軸です。 でプラットフォームはです、ね、基本的に法人格を持っている企業様であればどなたでも、えー、登録することができます。競争プロフィールページを持つことができまして、パートナーを探せます、でコンタクトをすることができます。で誰もが、まあ、無料で募集ページを作成できますので、項目を埋めることで競業目的が明確になるような、A、フォームになっています。ぜひ使ってみてみください,いはし込むんですけど、はい、全然その <laughs> オ、まあ、オペレーションとしてのプラットフォームってすごいんですけど、事業として、いわゆるその大企業であったりとか、そこを1万5000登録するっていう、マーケティング力もすごいなと、改めて、いつも会うたびに、なんか5 0 0 0ずつぐらい増えててですね、<laughs> ここの辺もなんか、<laughs> 逆に今度聞きたいなって、今日はそんな話はしてないんですけど、でもなんかすごいなと思いますね。ありがとうございます。最近、なんかこう、やっぱり8000社超えたぐらいからすごく増えてってる感じです。 でえーとまあ、企業様のニーズに合わせてですねアクセラ型と競争パートナー募集型の、えー、と二軸で今は、えー、とメインのサービスを展開しておりますで、えー、1万5000社で競争実績もですね280社まで出ていますでエンタープライズを入お客様もですね支援実績870社を超えましたと。 さまざまな企業様に競争パートナー募集サービスという形でお使いいただいてまして、アクセラレーションプログラムなんかもですね、プログラム型の、えー、とご支援も100を、えー、超えましたというところです。<ー>で、えーまあ、1万5000社、今、田所さんにも言っていただいたところですが、どんどん増えまして、最近が伸びしろがすごくてですね、1万5000社を突破しましたと。何があったんですかこのやっぱり今、なんかいろいろメディアとか。<laughs> 放送局がされてるじゃないですか。はい、その辺の獲得戦略がすごいなんか刺さった感じなんですかそれともやっぱり時代が追いついた感なんですかえっとですね、多分後者ですねコナ、コロナによって後押しされた感はあって、うん、リアルイベントであの、探索されてた方が栄光にこうたどり着いたっていうのは、今、ここに3ヶ月はすごく多いです。なるほど はい、今日はその中でも一番中村さんがやばいと思ってるセコムの長谷川さんにね、<laughs> ハードルは上げないですけど、まあまあちょっと。<laughs> <laughs> はい、この辺も含めてですね、まあすごいですね。ね <laughs> 打ち上げてるとやっぱり大企業多いんですか多い うんとそんなことはなくてうち、えーとですね、大企業がこの左下のグラフで17%、で中小さんが33%、スタートアップが48%という内訳になってます。で大学さんとか NPO 法人なんかもあのご登録いただいておりますので、その他というところのセグメントがあるからですねで。これぐらいにしますね月間ロン者数は今7000社で、コンタクトも毎月3000件生まれているというところです。ははいいいありがとうございます、えーはい じゃあ次はですね、アドライト代表の木村さん、お願いします。はい 少々お待ちください。木村さん、あれですよね。この限界なき世界を描くって。この、これって、いつ頃変わりました。このミッションって前から。はい、そうですね。えっと、これ、今、今初めて見た気がします。それでは、あの、このまま始めさせていただきます。はい、皆さん、あの、初めまして。アドライトの木村です。よろしくお願いします。お願いします。 と僕らはです、ね、本当に田所さんというか、まあ、マサさんと呼ばせてもらっていますが、もうかなり長くです、ね、いろんな、えー、イベントをやらせてもらったりとか、ねえー、企画をやらせてもらったりとか、企業の支援をさせてもらったりしています。でえー、っと私自身はです、ね、も、えー、ともとは、まあ、ベンチャー支援をずっとしていまして、5社、まあ、ですね、自分が役員をしている会社、えー、上場をしています。 そういったですね、ベンチャーでの経験とかつながりを、まあ、今は大きい組織とか大企業そういったところに向けてですね、届けるということで今のエアドライという会社を進めていますで限界なき世界を描くということをですね、まあ、大きな、えー、ビジョンにして、えーまあ、事業を作るもしくは事業を作る仕組みをですね、えー、企業の皆様と一緒に作っていくということを、えー、コンセプトに進めています 大きくですね、こういったイノベーション創造のプロセスをですね、イノベーション戦略立案からまた事業インキュベーションということで書いていますけれども社内発で中からですね、新規事業の種を育てて大きくしていくもしくは外からですね、先ほどもありましたオープンイノベーションということで外部と連携をしてインキュベーションを行う。 そしてそれを大きくするというスケールのところまで,です、ねえー、一気通感でご支援をしています。ベースとなっていますのが、これまで,です、ね、私はじめとするメンバーのさまざまなベンチャーでの、えー、活動経験であったり、つながりであったりですとか、あとはこれは田所さんもあの本にされているようなスタートアップ流ということをです、ね、自分たちもいろんな企業家とともに事業を作ってきましたので。 それを大企業向けにカスタマイズをしながらですね、お届けをするということを行っています。こういったです、ね、新規事業をですね、えー、並走して外部と連携をしながらですね、プロジェクト単位でご支援をするということであったりですとか、あとは、えー、先ほど中村さんからもありましたアクセレータープログラムですね。僕らは全体をです、ね、事業化まで推進ということをコンセプトにですね、展開をしておりまして、 今、えー、中村さんのエイコンともですね連携をしながらプログラムをいくつかやらせていただいています。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。<laughs> あとはこちらの田所さんのユニコンファームとの連携をしながらですね、まあそういった人を、えー、育成をしていくということでですね、こういったワークショップをしたりですとか、まあ企業のさまざまな方々と一緒に、えー、まあプログラムをですね展開をしています。 あと最後にですね、今、我々が取り組んでいることを3つ整理していますので、少しお話をさせていただきます。一つ目がですね、これは非常に今大きく感じている流れですけれども、これまでですね、弊社では新規事業、イノベーション創造という新しいエリアをですね、取り組んできました。ただですね、それが今ですね、ご相談いただくのが、より本業に近いですね、 まあこういったコロナの状況もあって、新規事業とかイノベーション、まあ、どころじゃないという会社も増えているかと思うんですけれども、まあ、一方でですね本業を立て直したりとか、うん、本業をよりドライブするときに、まあ、スタートアップ流とかですね、イノベーション創造のエッセンスというものが必要となってきているなということを非常に強く感じていまして、そういったプロジェクトが増えているというところがあります。あとは ですね、2つ目の、えーまあ、コロナ禍におけるイノベーションプログラムをやっていますし、これは、えーえー、と来週再来週でもまたイベントでもお話し,しますけれども、海外でもですねやはりこういった、えー、コロナ禍、特に海外の方はこういった状況でどうやってイノベーションを起こすということが、状況がより深刻ですので、まあ、そういった情報収集をしたりですとか、僕らもそういったことを前提に展開をしています。 またえ、今日のようなです、ね、オンラインのイベントをはじめ、オンラインの取り組みもえ皆さんと同じように展開をしておりまして、え来週以降もですね、えまたえどこかでご案内もさせていただければと思いますけれども、オンラインのイベントも展開をしていきます。以上、えー、我々のご紹介をさせていただきました。ありがとうございます。はい、ます続きましてですねえ、じゃあ外していただいて、長谷、はい、川さんも自己紹介をお願いします。おー はい、ハ、え、ゼ、ー、川といいます、魚のハゼを書いて、ハゼ川と読むんですね、ハゼ川といいますで。セコムのオープンイノベーションのチームを率いています、まあ、主に新事業ですね、まああー、事業企画ということで、えー、社長スタッフとして企画部門のマネージャーにてゲームして、います大丈夫。大丈夫ですかね。はい、すいません。はい これがルーム爆弾ですかーム爆弾ですねあー。で、あのまあ、大学、まあ、プライベートではですね大学の教員も務めてまして、あとは国権、国の研究機関の研究員とかもやっています、まあ、サ,イエンスサービスのサイエンスをするということを、まあ、講師ともにですね、えーまあ、10年ぐらいずっと続けてやっているというところですね。でセコムの説明は 良いですかね、えーと、連結の売上高は1兆円ぐらいで、えー、経常利益1500億ぐらいと、セキュリティの契約件数は340万件ぐらいあります海外も含めて、まあ、17の国と地域で、えー、サービスを展開しているとです、ね、でセコモといえばセキュリティというイメージがやっぱり強いと思うんですけれどもセキュリティ以外にも、まあ、例えばあ国内で言うと。<noise> <noise> いや、ズームバックの、ね、第二弾ですね。えー、っと、皆さんちょっとミュートでお願いします。はい。 でまあ、国内でいうとです、ね、まあ、あの有数の病院運営企業であったりします、あるいはデータセンターもです、ねまあ、日本でいうとまあ最大級のデータセンターを持っていたりしますね、面白いところでは地図を作っていて、国土地理院に収める地図を作っていたりします、でその中に GIS の情報を載せて、地理空間情報ということで提供していたりしますね、まあ、社会システムを提供している会社と。 と,いうところになりまあセキュリティだけじゃなくていろいろな事業がそうなんですけれどもお、まあ、例えばセンサーセンサーのネットワークですとかあるいは人の情報ですねそういった情報を、まあ、集めてセンターに中央に集めてきて、えーまあ、いろんな変化に気づいてその変化の意味を 解釈をしてもう一度フィールドに戻ってフィールドで対応するということをやっていますまあセキュリティをイメージいただくとわかりやすいんですけど例えばそれ以外にも遠隔医療ですとか,あ <laughs> とかこのまま進めてまいりますよでその中でオープンイノベーションのチームをですね私やっていますでセコムのオープンイノベーションはですねあのこういわゆるものづくりの会社ではないので,でサービスを提供する会社ですから 研究開発の効率化とかシーズの有効活用ということがちょっと違うんですね大きな課題にしているのはあ社会課題が例えばこのコロナ禍だけではなくてコロナ禍以外も含めてですねやっぱりブーカの時代っていうことで社会課題を複雑化する中でそのニーズのパーソナライズ化みたいなことが起きていて。 これまでは社会課題、大きな社会課題を解決すると、たくさんの人が喜んでいてくれた時代ってあったと思うんですけど、もはやそうではなくて、一人一人のニーズとか困りごと、課題感って、実に多様化していて、それをすべて順に、順番に解決していかなければいけないんですね、うんまあ。なので、我々のオープンイノベーションっていうのは、その多様化する課題を吸い上げて、そこに対してサービスをたくさん、早く出していくということなんですね。 そういう、まあそういうことをオープンイノベーションとして進めているということなんです。なので、オープンイノベーションというと、通常であれば、この中央のロートノズファンネルが、まあ、思い浮かぶと思うんですけれども、つまり、たくさん研究して、その中の一部が開発に進んで、さらにその中の一部が商品になるっていう、まあ、デスバレーとかダーウィンの海の話ですよねで。この研究開発の効率化と、シーズの出し入れという、まあそうやってものづくりの発想だと思っていて、 我々はサービスの会社なので、もちろん研究所もあって、開発センターもあって、生産子会社もありますけど、我々の本業はサービスなんですね。ですから、このシーズの有効活用、デスバレーを超えていくことが課題なのではなくて、マーケット、一人一人のニーズ、お金を払ってもいいと思える価値って、どうなってるのっていうのを知ることがすごく重要なんですね。まあ、なので、この図で言うと、まあ、右側の2012年ぐらいからヨーロッパで進んでいるオープンイノベーション2.0みたいなムーブメントですね。 一人一人の価値観を可視化していって、その交差点に商品を投入していこうという、こういう活動を、まあ、あーオープンデビューションの起点としてです、ね、やっています。それが、まあ、僕がやっているセコムオープンラボっていう、まあ、活動なんですけど、まあ、そこから課題感、価値観みたいなものを可視化して、でこの可視化した課題感はセコムだけが使うんじゃなくて、もうこれ、公開しているんですね。なので、メーカーの方々、他のサービスの方々、自由に活用してくださいと。 でセコムだけで新しいマーケット、新しい産業を起こすってもはや不可能ですから、その新しい課題感、価値観にみんなが取り組んでいって、みんなが商品を投入していけば、まれ、あ、わもマーケットを作ってえ、そこに参入できるかなと思っていて、えー、いろんな価値観、課題感を共有する中で、それをみんな,みんなに公開しているとで、その中で面白いものがあれば、そこで NDA を結んで、企業と企業の話をしましょうということで、中央の、まあ、いわゆるチェスブローの言う伝統的なオープンイノベーションに入っていくと。 その結果、ポックやって、えーやこの、この価値っていまいちだなと思えば、もう一度議論のステージに戻すということを繰り返しているんですね。われわれ、まあ、今日は3階建てという話があると思うんですけど、我々はこの2階建てでイノベーションを進めているということなんです。 でちなみに私のチームの、まあ、機能ですね、セコムのオープンイノベーションチームの機能なんですけど、まあ、社長直轄のチームでやっています。で、この上の黄色いところがですね、私のチームの、まあ、機能になります。ニーズを探索して仮説を立てて、本当にそういう価値あるかなと、まあ、プロトタイピングをして検証していくと、このサイクル、ぐるぐる回していく中で、面白いものができたということになれば、それを商品化していくわけですね。でそれが 既存のリニアな商品開発っていうのは、既存の商品企画部門で進んでいますから、まあ、そこと伴走しながらですね、新しい商品を作っていくとで。特にやっぱり重要なのは、私のチームが作るものって、例えばセコムらしい,らしいかどうかっていうと、セコムらしくないものもあったりするわけですよ、新価値を作るっていうことは。まあ、なので、この異質なものをですね、異質なまま商品にするっていう、このあたりですね、異質なものを異質なまま商品にするっていうあたりが、 まあ非常に難しくてそこに戦略的な手をまあ、いくつか打っているということですね。はい。自己紹介はこれぐらいです。ありがとうございます。かなりこう興味深いですね。いやなんか序盤にあったやっぱりそのともすれば一人一人にパーソナライズするっていうのはまあ そこって本当の採算性合うのみたいな世界ですし、うん、ただその前におっしゃったやっぱりブーカンの時代になってきて、セキュリティニーズとか、一人一人のサービスニーズもやっぱりロングテール化する中で、そこに対してなんか対応せざるを得ないんですけど、でもなんか、セコモさんって、どうしても、どうしてもとか、すごい儲かってるイメージがあって、しかも積み合い方なんで、あえてなんかそこにも行かなくていいのかなと思うんですけど、逆にそういうね、えっと、強い収益があるからこそ、こっちでもなんか攻めてるみたいな感じなんですかね。 うん、そうですね、まあ、やっぱりあとはブランドのイメージが強すぎるので、えー、なかなかそこから脱却できない可能性ってあるんですよ、だから変化に対してロバストじゃない可能性ってあって、まあ、そこは模索しないといけないですよね、うん、はいなるほど、ありがとうございます。ちょっと具体的な事例をお話しいただいて、ですね、はい、僕の会、社の補足として5分ほど、5分、10分ほど、改めてですね、えー、と先ほどその、まあ、長谷川さんの方から、あの2階建で組織って話があったんですけど、 僕の方からですね、これ2階で三3階だってって諸説あるんですけど、まあ、今年の2月に書いた本では、まさにそのブーカの時代においてですね、あのまあ今、長谷川さんもおっしゃいましたけど、まあ、いろいろ多様化する中で、まあ、今までのやり方だけだとどうしてもまあ延長線上にある中でですね、えっと、いつの間にか、 その、揺り返りるなってしまう、やっぱりあるんですよね。逆に強い組織だからこそみたいなことの危機感があって、じゃあどうやって、その、2階から3階にするのか、みたいなところは、実はこれって、ね、戦略論だけではなくて、実は組織論みたいなところなんですけど、その辺のですね、ちょっと概要を説明したいなと思っています。先ほどビビりましたね。先ほどの方なんか、多分、<laughs> えっとずっとやってきたんで、まあもう、削除しちゃったんですけど、まさに、ね、こ,うこういうときそセコムがいるなと僕は思いました <laughs> えっと。そうですね、ズーム用のセコムなんかもね用意いただいてということで、うん、あのごいということで、これ、もともと400ページのスライドがあるんですけど、これ、あの最後に QR コード載せますので、ぜひ、えーっと、このロングバージョンです、ね、見たい方見ていく。あのぜひ QR コードでアクセスしてくださいということで、えー、っと今日はまあこの4名でやって、僕の方から5分ぐらい話すんですけども、 えとまずですね、これ、長いスライドの一別を切り取るだけなんで、よく,よく,よく聞かれるんですよ。 じゃあね、その中村さんがやっているようなオープノベーションとかアクセラレーターとか、まあ、そういうのがいろいろあるんですよね。大事なこととしては、この手段をやっぱ目的化したいことが大事かなと思ってて、とはいっても、皆さんも実際、イノベーションコンサインですね、いわゆるいろんな道具とかツール,ツールとして、いろんなやっぱり施策とか手段を、まずオプションとして理解するのも大事かなと思っています。でね、オプションを理解しましょうということで、まあ、こう縦横軸は一時説明してないんですけど、えーっとまあ、こう縦軸が深さで横軸が広さってことで、えーっと 真ん中の方です、ねこのね、エイコンとか、えー、とクルーとかあるんですけども、まあ、そういうのはありますと。で、えー、とやっぱりですねその組織的にやっていくにはあの下側っていうのはなんかどちらかというと個人にベクトルが向いていて、まあ、上に行けば行くほどですね、えー、とより 何ですかね、えー、とリソースを多く巻き込む方になるんですけども、やっぱりそのボトムアップでやっぱ作っていくのが大事かなと思っていますね。ね今日のまあ勉強会がセミナーとかもそうなんですけど、まあ、共通言語を作ったりとか、まさに資産を高めるというのが大事かなと思っています。ちょっとここがバーっといくんですけど、まあ、ぜひね、こんな黄色い素晴らしいものがあるので買ってください。<laughs> まあこういうのもあります。まあ、一人一人ねやっぱりその どうしても、ね、先ほど3間連携であったりとか33連携とか、特にスタートアップの連携というときに、どうしてもやっぱりその当事者意識とか01の経験がないと、生みの苦しみとか分からないので、どうしてもなんかね、スタートアップに知らない間にマウント取ってしまったりがあるんですよ。そういう意味で、まあ、ちゃんとです、ね、仮説を立てるような準備をしておきましょうということですね。このの辺は僕ととかかか木村さんの会社とかでかなり、 えっとサポートはしていますので、まあ、そういうのがあるということですね。でまあ、あとはまあ勉強会とかね、今回のワークショップ、こういうのもそうなんですけど、やりましょうということがあって、まあ、あとはアイデアソン、ハッカソンとかですね、この辺もやりましょうということですよね。で、えっと、まあコンソーシアム作るのもいいんですけど、でも大事なことがですね、先ほどその長谷川さんの方から2階建て組織っていうのがあったんですけど、まあ、多くの組織がですね、あの2階とか3階建てにしてしまうと、これって効率が悪いんですよ。これなんでかっていうと、支持系統とか、 いわゆるベクトルとしては当然その1つのはいいんですよね。でも1階建てだといわゆる外部の多様な変化に対していわゆるロボストネスって話があったんですけどロボストかつやっぱりその、えっと、柔軟に対応するのは難しいのかなと思っててそこで僕はこの1階建て組織と、ね、3階建て組織っていうの,の違いをちょっと提唱したんですけど残念ながら従来のまあ伝統的なのは日本のメーカー型に多いんですけどもまさにその PL 志向の1階型が多いのかなと思っています。 重量型の組織っていうのはまさにこう縦軸になっててですね、縦割りになっていて、まあ、一番重要なことがまあ PL ですよね。PL でもいつの PL かっていうと、まあ、今回の四半期と、まあ、次の四半期というのはね、本当に来期の四半期みたいな感じで、ここが大事になっていますと。で、まあ、こういう PL のってことなんですけども、まあ、PL は別悪くないですよ。当然、儲けるって非常に大事なんですけど、問題としては、ね、PL を 良くすることが全てになってしまうと、未来に対して投資をしないということですよね。余地管理が大事になります。って言われるとで某なんか日本の？ T シバっていう会社はですね、インシャルトークになってないんですけど、チャレンジといって、なぜかなんとかダイナブックをですね、なんかグループ内でグループ売っていたら、なぜかピエー良くなったみたいな話なんですけど、まあ、これなんかもですね、別にその外からお金稼いでるわけじゃないし、まさにピエールの方がやったところじゃないかなと思っています。で、失敗すると選択肢はないと、文化の時代なんで、やっぱりちっちゃな失敗をしながらですね、まあ、新たなそのフロンティアを開いていくみたいなところが非常に大事かなと思うんですけど、こういうなかなかスタンスだと、ね、えー、っと、まあ、失敗したらね、もうなんか出世の道は止 水質の道がなくなくんでみたいなな感じになってしまっななのかなとで、まあ新規事業があってもですねレンジがないものがどん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 生まれてしまって、まあ、結局なんかね、えー、と採択されても面白くない時期が生まれてしまうということかなと思ってます。ということなんですけど僕は大事なこととしてはまさにそのまあいろいろもろもろの戦術論としては、ね、アクセラやったりとか CVC、えー、作ったりとかあるんですけどただそれってあくまであの手段なんですよね。 で大事なことが、手段を、手段は手段で大事なんですけど、いかにしてその永続的に、かつ恒常的にです、ねえーっとまあ、そういった施策を自社の、自社のケーパビリティというか、やっていくのか、そこに落とし込んでいくのかって大事かなと思うんですけど、そこで僕は3階の組織と聞いて,て、ですね僕がお伝えしたい、一番大事なスライドはこれなんですけど、まさに1回の、別にコアビリンスが悪いって言ってるわけじゃないですね。大事なことが えっと、これはやっぱ分けるということかなと思っています。で、そのまま、先ほど、安倉さんの発想の中でも、なんか、異質なものは異質のままだって言うんですけど、でもこれ考えていただきたいのが、10年前、異質だったことっていうのは、多分ね、今、一切なくなってるんですよ。さらに、コロナ禍になって、テレワークというのがニューノーマルになってですね、多分、2年前とかだったら、こんな感じでテレワークやるとか、いわゆるこうね、テレ,テレセミナーやるっていうとこ一切あったと思うんですよ。 ところが、まさにそのブーカーの中の U ですよね。アンサーティンティって言って、不可実性がこんなに高まってきたら、いつの間にかニューノーマルとどん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 生まれてくるんですよね。となった時に、そこにこだわったオールドノーマルの状態だったら、基本的にまあ事業って失ってしまうんですよね。これ何かっていうと、実はこれ PPM ってあるんですけど、一個一個のプロダクトサービスに実はライフサイクルがあるってことなんですよ。 で僕はこのまさに金のなる木の状態とは一回飛んでるんですね。ここで、ここは非常に大事なんですよ。でもこれって、ともすればあと5年経ったら枯れた技術になって衰退してしまうってことなんですね。まあ、今だともしかしてトヨタのとで車かもしれないですよね。うん、でこ、ここはでも大事だと。ここっていわゆるもう、ね、PL としては成り立っているので、まあ、後継利益のところで、ここは支持すると。 一方で、やっぱり論点になるのが、じゃあ新たな事業が生まれてきたと。ね、今、いっぱい企業がいてですね、DX とかその辺のソリューションも作っていると思うんですけど、まあ、新規事業。ここになると、やっぱりね、マーケットシェアって売り上げになっていくと。ね、この PPM でいうと、問題児って状況からですね、シェア伸ばしていって、 でそこで花形にしてシェア伸ばしていくと、まあ、シ,ェアシェアと実はその、えー、と営業利益率というのは非常に相関関係がありますので、いかにしてウィナーテイクソルトの市場の中で取っていくのか、これも大事になると。一方で僕が専門している、まあ、このイノベーションの3階部分ですよね。ここっていうのはまだよくわからないんですよ。ねあのまあ、まさにこのブーカンの時代でいろんな、ね、あのテクノロジーが生まれてきたりとか、まあ、いろんな、ね、体験が必要になってくる中で、これってまだわかんないんですよね。 その中でも、まあ、プロダクトマーケティングを目指していくというのは非常に大事かなと思っています。でまさにこの3階座組織、僕は呼んでるんですけど、まあ、01、110、1100ということで、まあ、大事なことがですね、それぞれの会における、KGI というかね、目標が違うわけなんですよ。なんで、それぞれの会における、えーっとまあ、評価制度だったりとか承認制度とか、 まあそこで活躍できる人材はやっぱ異なってくるということなんですよね。そういう意味で、ひ、まあ、一言で言うと混ぜるのは危険ということなんですよ。これ、ドラッカーも60年前から言ってて、分けないとハレーション起きちゃいますって話なんですよね。うん。なんで、僕がこの2月から、2, 2月も本を書いたんですけど、提唱していることはですね、まあ、いかにしてこの、ね、3階建て組織を作っていくのかっていうのがあって、今日のね、このイベントを設定したのも、まあ、僕が知っている中で、そこが本当にできている、まあ、A コンさんであったりとか、まあ、えそこに紹介いただいた、ね、セコムさんの事例なんかをね、ちょっといろいろ。 解説しながらですね、皆さんのヒントになっていければなと思っています。という感じでちょっと、あ、これ欲しい方ですね、また後で表示ますので、ぜひくださいということですね。という感じで僕の方からちょっと10分の話させていただいたんですけど、とはいってもちょさあ、最初、中村さんにお伺いしたいのが、なんか栄光さんって、まあ先ほどね、なんかまさにスタートアップで言ったら、ものすごいなんか、スタートアップで言ったら、まあ1万5000社。 のお客さんというかそういったのがいるっていうことだと思うんですけどなんか僕はすでに疑問に持ってるのは A コントが会うたびになんかもうパーソルっていうね一応その4000億ある企業の一つの部署っていうよりもすごいスタートアップっぽい感じがするんですよね。 そこでなんか中村さんがその A コンを立ち上げても3年, 3, 3年ぐらいでしたっけ、その中でこんな,なんかスタートアップっぽくできているコツというか、それってもう立ち上がりからそうだったのか、立ち上がってから割とそういうふうな文化になっていったのかみたいなっとをお伺いしたいんですけど、なんかその辺のうまく回してるコツってあるんですか、えー、もともとただまあパ パソルがそういう気質を持っていたっていうのはあのすごくこう救われている部分だと思うんですけど実態が伴っていたかというと、まあ、大企業でもう今グローバルで4万人もうすぐ5万人ぐらいいる組織なので全然あの大企業なんですよね。うん なので別に実態は伴ってなかったんですけど、そのまあ経営幹部人の,そのスタートアップ魂みたいなのはずっと残っていて、なので、こちらから言ったことがどんどんこう形になっていって、えー、と例えばもうネットワークも別にして、えー、ともう本当にスタートアップと同じ形でやってますし、まあ、オフィスの賃料とかもね払ってるんですけど、<laughs> そういうのも全部本当にスタートアップと一緒なんですけど、う PL、BSB。 要は普通にお客さんとして親会社がいるみたいな感じなんですかあ、そうですそうです。まあ、ア,メアメーバー経営的な感じでやってるってことですね。はい、なので本当に PLBS だけでコミュニケーションを取っているっていうところに今はもなっているので本当に最初はなんて言うんですかね親会社の、えっと、事業部扱いだったのでそれこそこう。 収益のバランスとかも、うちはすごい売り上げたとしても、その親会社の収益によってはこう予算が削減とかあったんですけど、2年目からもうなかったですね。もう完璧にこう別会社としてやった。そこで言うとね、長谷川さんがおっしゃったみたいに、その異質なものを異質すままでっていうんですけど、そもそもパーソルの、ね、多分成り立ちたらもともとインテがあって、まあ、インテって相当とんがってる組織なんで、まあ、刑事の方も僕も何人もお会いしましたけど、まあ、相当、まあ、起業家じゃないですか。 うん、そういう意味で、やっぱそういう方々のもともと文化があったんで、まあ、そうやるのが当たり前、一方で、まあ、とは言ってもちゃんと、ね、数字作ったり、大人組織なんで、その,辺のなんの、ね、説明責任を持つみたいな感じでやってるんですかね。そうですね、なので、なんかこう、うん、MA をされてこう、グループに入ってきたスタートアップさんと同じ並びみたいな形で、本当に別会社として扱ってもらってますね。うん、なるほど その長谷川さんにもお伺いしたいんですけど、先ほどなんか、異質なものを、なんか異質なままでこうやりきるみたいな感じなんですけど、うん、その辺はどうなんですかね、まあ、とはいっても、セコムの本体側としては、まあ、当然、まあ、ある意味ね、保守的なところというか、セキュリティ安心安全っと,ところなんで、うん、当然、その、ね、異質と聞いたら、なんかね、そのともすれば、 アレルギーを起こしちゃうような感じもするんですけどその辺のなんかどうすみ分けてるのかむしろすみ分けずにとりあえずなんか押し切ってやってるのかその辺の組織運営のなんかそうですね例えば、まあ、それは商品を出す場合もそうですし、まあ、価値検証みたいなポックをやる場合もそうですけどうーんその取り組み自体がこうブランド連想 まあ、ブランド連想っていう言葉があるんですけどセコムというブランド連想の中に収まってますかっていうのは問われてしまうわけですねなので例えばあ、まあ、高齢者向けの実験をやろうとするとセコムさんだからあこれ何があっても駆けつけてくれるんでしょうとか言われてしまうわけですよでそういうブランド連想の内側に収まるものだけをやればいいのかあそこに縛られず新しい挑戦をしていくのかっていうのは これはちょっと違う考え方だと思っているんですね。まあ、なので、ブランド連想の内側に収まっているものをやるときは、それはいいですけど、ブランド連想の外側にあるものにも取り組んでいかなきゃいけない、例えばそういう価値を検証したいな、あるいはそういう商品を出したいなと思ったときは、それ専用のやっぱりセコモとは違う,う、まあ、ラベルみたいなものが必要になってくるんですね。まあ、なので、私たちはそのイノベーション専用のブランドを作ってですね、 でまあ、その出口として、えー、セコムらしくない、セコムの連想にとどまらないようなものについては、イノベーションブランドを使って、えーまあ、出していくという取り組みを進めてます、ね、なるほど、でもそこでも根、ね、っこの DNA 的なところ、まあ、そもそもの、ね、会社にとってのミッション的なところっていうのは当然、踏襲しながらいわゆるその、ね、第一早期というか、まあ、ブランドのところ。 当然、ブランドはブランド資産として非常にやっぱ大事で、ただ、何のブランド資産かというと、マーケットシェアだったりとか、お客さんがこう選択するときでも認知度で営業が早くなったりとかなんで、そうすれば、やっぱりちょっとどちらかというとね現状の PL に結びつきなんですけど、 でも今おちしゃったのやっぱりすごい大事で、なんか英国とかもなんかそんな感じがするんですけど、別になんかパーソルと英国っていうのは誰の頭の中でも、まあ、僕はね、知ってるんですけど、えっ、ー、とああ、あとで聞いてそうだったのみたいな感じがあるはあるんですよね。なんかその辺のなんかマーケティング戦略みたいなところっていうのは、それはこれ非常に重要だと思うんですけど、その辺ってそもそも設計の段階でそういうふうにやっていって、 あ中村さんお伺いしたんですけどそれってエイコン立ち上げるときにそのブランドであったりとか今、ね、パーソルグループもいろいろやってるじゃないですかあのそ,そこのなんか、えー、っと最初からマーケティングのですか、ね、第一早期の設定みたいなところブランド社の設定みたいなところをすみ分ける感じでやってたんですかそれとも、えー、っとや,やっていく中でごちゃごちゃになるんでその切り分けていったのかどちらですかっていうと前者ですね。もう最初から 人のサービスでは全くないのでそこは切り分けて、あのまあ、会社から資金調達をしたんですけどその資金調達をするタイミングの時からずっとその人のサービスではない、なので応募イノベーションっていうプラットフォームを作りたいんだっていう話をずっとしていたのでそこは分けますっていうのでずっと言ってました。 なるほど、多分ね、お伺いしてて、セコムさんも、多分パートルさんも、た、まあ、多分すごい巧みなんですよ。で、なんか木村さんにお伺いしたいのが、木村さんも、まあ、オープンイノベーションの、僕、はいまあ、もそうなんですけど <laughs>、まあ、イノベーションの巧みな企業と、そうじゃない企業、はい、やっぱり濃淡がすごいあるんですよね。で、今聞いたのは、はい、結構、まあ、ぶっちゃけできる人たちなんですよ。<laughs> できる人たちなんで、うん、そういうたちなんで。はい あのブランドの設計から、なんかね、その組織設計を一貫できるとかあるんですけど、うん、ただそうじゃない組織もね、うん、ぶっちゃけ多いと思うんですよ。うん、そういう人に対して、アドライトとしては、どんな企画持っていって、そこってまあ教育するのか、どんな感じで今、感じなんですか、はい、まあ、いろんなアプローチあります。先ほどの,あの田所さんの例でいうと、やっぱりその、1>, うん、あの1回、2回、3回の議論でいうと、ゼロ一僕らも01の支援が多いんですが、 ゼロイチなのにそういう事業計画を必要としたりとか、さっきの,その、まあ、評価ってうんですか、KPI が違うみたいな話あったと思うんですが、あそこの部分はま,ああのまず会がない場合には、やっぱり評価しようもないんで、会を積み上げていくための KPI を一緒に作っていくみたいなことは、やったりもしますね。ありますよね、ゼロイチなのに事業計画は基本、大企業の基本みたいになってますもんね。 それを結構こ壊すのも難しいじゃないですか、最初それじゃないっていうことを、その会社の中でのコンテンツにするのも、なかなか難しい部分があると思うんですけど、特に初めてやるの会社の場合そうですよね、うちもなので、エイ、うん、コンの,その話をちゃんとな、なんていうんですか、こう転用して、もう事業計画がありきてご支援することなので、うん、それはでも、うん、なんかこう、剥がせないポイントだなっていうのは今思、今、うん、いや、そうですよね。 なののでそ KPI、その事業計画なしのその KPI を持っていく方に振るのか、やっぱり事業計画ないと進まないんで、何かしらこうそういったものをつけてあげるのかみたいな、決め方はありますよね。そうですよね、事業計画って、<ー>基本科学の中で、もう完全にいわゆるそのゼロイチのところは事業計画いらないって言ってるんですけど、事業計画で一番の問題は、はい、多分その仮想 PA を書くことなんですよね。うん <laughs> 仮想 PL のトップラインというのは顧客数かける顧客単価なんですけど例えば今2020年の段階でなんかね、うん、VR の新規をやりますわって言っても潜在的なユーザーの数とか潜在的にユーザーどんぐらい払うのかってこれって分かんないんですよねでこれ分かんないのかかわらず鉛筆なめなめなんか Excel で1.1倍の関数かけてやるっていうのがあってでそこはそれなりのなんか、えー、っと説得にするのをリソースかけたらですねこれ何が起きるかっていうと、うん そこのついつま合わせをするんですよね。そこにかけた参考数なので、うんうん、もうここからね、撤退、まあ、もう出した風呂敷は撤退できないって感じなんですけど、うん、そういうのとやってても、やっぱり最初ね、まさにプロダクトマーケットフィットみたいなところは、エクセルはどんなに言えば無理な、無理なんですよね。でも、エクセル型とかそういうことやってると、あの先ほど組織論とかで言うとね、なんか、 その状 PL、01なんですけど、PL でかつね、MBO でやっちゃうと、とりあえずも細かく分けてあると。でも、そうじゃなくて、01の時ってそうではなくて、本当にね、えっと、まあまだまだ見えない手話が作っていくとこなんで、例えば、そメね目指し、どちらかというと OKR 型かなと思うんですけどね。OKR、いいですよね。うちも OKR、やっぱりそうやってます。 なんかそこで<あ>長谷川さんの組織内で<あ>なの、なんていうんですかね、そういうふうに異質なものを異質なものとして評価するような評価軸っていうのは、多分その1回の、ね、軸であったらどうしてもまくいかないと思うんですけど、なんかその評価軸の設けるときに工夫とかってされてるんですかうん、そうですね。ま、な,なんというかその、例えば僕らのチームが、 そのプロジェクトとかその価値を検証することに対して面白いと思うかどうかってすごく重要で,でパッションを持てないとつまりこれ儲かりそうだからやるかとかこれでなんとなく流行りそうだなっていうことではなくて楽しくないかってならないとチームとしては前に進まないんですよねまあなのでえとまあ僕らのチーム自体がその,そのプロジェクト価値検証商品化に対してものすごい情熱を持っていると。 というののが一つの評価ではありますねね、うん、なるほど、ね、それはでもなんかそういう定性的な評価軸みたいな感じがあるんですけどあとは結構その主観的な感じがするんですけど、うん、それをなんかまあいろんなステークホルダーに説明するときにどんな感じで翻訳されるんですかというか主観かあの主観がすごく大事だと思っていて白書に載っているような課題とか まあメディアが取り上げるような課題って、それってお金払って解決しようと思うものじゃないはずなんですよね。まあ、なので、僕ら、その一番スタートにあるのは、セコムオープンラボっていうまあデザインシンキングの場なんですけど、まあ、その中でいろんな人、本当に来ていただくんですね。で、セコムの 社員はその場合には基本的には僕のチームしか参加しないで,で外部からメーカーの方とかあ場合によっては学生みたいな子が100人ぐらい集まってきてその中でそのテーマに沿ってどういう課題感を自分が持ってるかっていうことをまあ可視化していくんですよでその中でなんかこう面白い課題みたいなものが出てくると、まあ、それ取り組んでみようかってなるわけですね僕も開発センターにいてあるいは研究所にいて、えー、ずっとこう商品作りをしてきたんですけど マインドセットが同じ人が議論をしてもですね何も出てこないんですね。もう数年単位で同じ話になっちゃうんですよ。だから異質がマインドセットの人たちと議論をすることでセ、うん、レンディピティみたいなものが起きて、まあ,あこれやってみようかというものが出てくるというのが一つあるんですかね。うん、なんかかエイコンとかのいわゆる先ほど まあ、いくつか、も何百の競争が行われてるんですけど、まさにその競争の、なんかあるべき姿っていうのが、なんかそんな感じかなと思ったんですけど。その辺とかっていうのは、割と、え、根性、ていうか、その辺で、ファシリテートってされてるんですか。いますね。やっぱり、その企業間の、こう、競争、なんですけど。えっと、まあ、事業作りなので、で、皆さん、やっぱり。 PMF プロダクトマーケットフィットは浸透しているんですがそもそもゼロ01の時って PSF でなんかまあプ,ロベプログラムソリューションフィットの課題に対してそのソリューション合ってるんだっけっていうのを、まあ、2社間なり数社間で競争していく時に一番根幹でこう何の価値を提供するのかっていうのを一番大事にしなきゃいけないんですけどやっぱりそこの議論が浮いちゃうとうまく競争が進まないのでその辺の、えー、と事例が もうなんか本当にたくさん <laughs> あ,のありがたいことにたまったので、そのへんインス分解してご提供するようには僕なんかもなんかよく思うのが、まさに PSF っていうのは基本科学に書かせていた,、うん、いただいたんですけど、大事なことがやっぱりあるべきユーザーエクスペリエンスだったりするんですよね。今の、ね、いけてない課題がある、負がある状態のジャーニーとか UX があって。 じゃあ、その、そもそもね、なんかよくあれあるれなんですけど、AI 使うとか RPA 使うとか、なんかブロックチェーン使うって、これあくまで手段だって、何の手段かっていうと、実は、その、今行けてない状況から、まあ、あるべき姿ですよね、あるべき姿をブを埋めるための手段かなと思っていて、僕はなんか大企業、去年の1 6時からい講演したんですけど、一番最初に、今ね、すごい DX ブームなんで、みんな DX、DX 言んですけどで、まず大事なことが DX よりも、 まず UX って言ってて、そのまあこういうふうに外部環境、テレワーク増えましたとか、なんか入ーノーマルになりましたっていう状況で、めちゃくちゃ今負が多いんですよね。負が多いってのは多分その供給需要に対して供給が圧倒的に少ないみたいな側面もあったりするんで、じゃあ今、この状況下であるべき UX を作ったら、すごいやっぱりチャンスがあるのかなと思うんですよ。ではい なんかこう木村さんにもバ,バランスが振ってきたんですが木村さんにお聞きしたいのが僕らは結構、大企業向けに、ね、教育みたいなことをやられるんですけど僕はなんか大企業において、はい、大企業一般化するともどうかなと思うんですけど結構、一番欠けている試験っていうのは先ほど事業経営から入っちゃったのが僕は結構、揺れと思っちゃうんですよね、うん、木村さんも社もこも支援されてる中で、うん、欠けているピースって何だと思いますか、うんはい そうですね、なんか僕らもそういう意味でイノベーション、まあ、戦略と呼んでいますが、全体図を書くっていうところから入っているんですけれども、カテデルピース、そうですね、やっぱりまあ、えー、っと、まあ、UX って話もあります僕らは最近、まあ、なんとか X って入ってるのは BX、ビジネストランスメ,フォー,メーションという言葉で呼んでるんですが、やっぱり世の中の環境も変わって、 そ,のそれに対して新規事業を出すということもあるんですが、やっぱ本業もそれに合わせて変わらないといけないっていう局面がすごく強くなっていて、そちらをこうやり、なので既存事業の,そのやり方とか推進の仕方っていうのが、全然ワークしなくなってるっていうような状況があるというふうに思っているんですね。そういう意味ではやはり必要なものはその、まあ、外部環境に早くその適用していく、まさにあの僕らがやってるような、田所さんともやってるような、スタートアップ的なあの要素とかアプローチっていうのが、 本当にいろんな局面で、新規事業だけじゃなくて、既存事業とか、まさにその UX って話ありますけど、いろんなその、えー、これまでと違う環境になってきたところに適用するときに、本当にいろんな局面で使えるんじゃないかなと思います。実際になんか使えるなっていう感覚はありますね。 そうなんですよね。なんか、その DX とか CX の大事な言葉って、実はこれ、トランスフォーメーションなんですよね。トランスフォーメーションっていうのは、実はデジタイゼーションとデジタルシフトは違うんですよね。で、デジ多くの残念なが大企業っていうのが、なんか某、去年とか覚えてるんですけど、なんかハンコロボットってあったじゃないですか。ハ犯ハンコを取れて、お店ロ作ったんですけど、あれって別にそのデジタルトランスフォーメーションないですよね。 別にそのやり方をまさにトランスフォームというか劇的に確信を起こすってことじゃなくてただ単にデジタリゼーションしたってことなんですようん、うん、でも何かの文脈を読んだらこれが DX だとか言ってるんですよねでも明らかに大事なことが、うん、トランスフォームした後の先ほどの異質な姿ってあるんですけど実は異質になった変身した後からやっぱ引っ張っていくってのがすごい大事かなと思うんですよねうん、うん、そこでなんかえー、っとそこの僕は言葉の定義としてなんかこの前ある、うん 結構有名な方と話したんですけど、これやっぱりデジタル、うん、デジタルイゼーションとデジタルトランスフォーメーションは違うのかなと思って、うんうん。確かにその通りですね。分けていくと。うん、でも残念ながら、この下のトランスフォーメーションの方には、あるべき姿であったりとか、うん、あとは、その、なん,んですかねあ、あるべきユーザーエクスペリエンスっていう、まあ、当然視点があったりとか、そこからやっぱ始めていく、たくさん思考なのかなと思うんですよね。うん、でもデジタルイゼーション。そうですね。 積み上げてるかなと思うんですけどね OKR もやっぱりそうですよね、あるべきこう状態からそのキーリザルトをしていくから、他、うんうん、のこう考え方だとすごく落ちるんですけどね。上だとやっぱりあれですよ、ね、そのデジタル化が目的になっちゃってるんで、うん、やっぱり手段として取り扱うってまさに言われてたような。下の方に えー、まあ、手段とか、その、目的っていうところを一番最初に置いてくるっていうのは、すごい大事なことです で,でもなんかこのデジタライゼーションの方が手段なんでともすればなんか決済盛りやすかったりとか説明もしやすかったりするんですよねうん、うん、でもなんか長谷川さんも資料の中でおっしゃっていたサービス化っていうのはまさに今モノで提供しているものを、まあ、ちょっとトランスフォームしてまさにそのトランスフォームあのサービス化するっていうのはそっちに近いかなと思うんですけどそちら側にまあ引っ張られないようにするみたいなコツってあるんですかなんかともすれば自分たちのデジタルリソースとかあったら とりあえず何か自動化したらいいわとか、とりあえずロボットしかいいわみたいな感じになると思うんですけど、その中でもちゃんとトランスフォームするように、えー、っともし取り組んでらっしゃるとしたら何かコツってあったりします、うん、うん、あの、ちょっと事例を出しましょうか。はいあ、ありがとうございます。えっとですね。あ、そうそう。えっ、ー、と。 まあそのこうイノベーションブランドセコムデザインファクトリーっていうまあブランドをやっているんですけどまあセ,コムまあセコムってまあ入っているのはまあこれはまあエンー軍ーというかまあ身元保証人みたいなものでセコムデザインファクトリーというブランドでイノベーションをやっていますとでセコムから連想される範囲を超えた新しい価値に挑戦する挑戦的ブランドというふうにまあ位置づけていますねでえっとちょっと面白い事例があるんですけどあの デザ,インンデザインワークショップをやると、まあ、これ、3年ぐらい前なんですけど、えー、とこれはフェリス女学院の女子大生ですね、女子大生が恋人はバーチャルでいいって言うんですよ。で、まあ、私も理科大で教員やってるんで、まあ、男子の学生が恋人がバーチャルでいいっていうなら、なんとなくわかるんですけど、まあ、女子大生も恋人はバーチャルでいいと言っていて、まあ、これを書き足して、むしろバーチャル OK だって言うんです、3年ぐらい前ですよ。で これつまり深掘りしていくと人間とのコミュニケーションコストってものすごく高くて、えー、リアルの恋人はこう例えばこう遅く帰った時に今日何してたのとかいちいち聞いてきて面倒くさいって言うんですね女子大生がですよでバーチャルな恋人で自分の好きなように付き合えたらそれが一番楽なのになって言うんです。これは人との コミュニケーションよりもバーチャルなキャラクターのコミュニケーションの方が楽なんだっていうなんとなく若い世代の価値観なんですね。で若い世代の価値観ってこの後5年後10年後の世の中の当たり前になっていくはずなんですよ。まあ、これはインスピレーションの一つなんですけど、まあ、こういう、こういう,こう、まあ、インサイトがあって私たちバーチャル警備システムっていうのを作ったんですよ。で、バーチャル警備システムって何かっていうと、うん、あの、 無人のオフィスとか、ま、夜のオフィスとかあるいは無人のお家だったらセンサーでセキュリティってまあできるんですねだけど友人環境のエントランスとか友人の状況っていうのは、ま、センサーだけでは不十分でやっぱり受付対応誘導とかコミュニケーションが必要になってくるんです、まあ、なので今でも友人のオフィスって、えー、まあ常駐というかまあ警備員さんが立ってるところが多いと思うんですけど それももうできるだけそのもう人でこの人手不足の時代に人がそこに立っているって果たしてどうなのかってやっぱり思うわけですね、つまり顧客価値を高めるのと同時に企業の運営効率も高めるっていう両方にとって企業にとってもお客さんにとってもバリューがないといけないなって思ってるんですね。でででままあバーチャル経システムでやってますとでこれ えとミラー型のディスプレイの中にアニメーションのキャラクター、まあ、これ AI で動くんですけど、投影して、えーまあ、会話もして、画像認識をして、あとはライダーも積んでいて、まあ、何人、どういう人がどこの辺にいるというのをまあ見るわけですね。で、このキャラクター自身は周辺を通る人の目を認識して、顔を認識して、目をずっと合わせ続けるわけですよ。でそうすると、この鏡の中にいるキャラクターがずーっと自分の目,目が合っていると。 これはだからつまり警備員が警戒している感がやっぱり出るわけですよ。で本当に困っている人はあの自分のこと見てるなってなると彼のところに行って、えーえー、総務部の誰々さんに今日約束があるんですけどどうしたらいいですかって彼に会話をするわけですね。で本当に困ってない人ちょっと不審な気持ちを持っている人はずーっと目が合ってると気持ち悪くてちょっとこうまあ いろんなことをせずにまあ逃げていくというのがままあまあ実験では得られていて、まあ、こういうことをやったんですね。でこれえっ、ー、とバーチャル警備員の守ると愛っていうんですけど、まあ、漢字で書くと防衛の A と I でこれ AI になってるっていうまあそういうここを笑うとこなんですけど、まあ、ですで今回まあ去年このバーチャル警備を発表したんですけど今回このコロナ禍ですねコロナ禍ってやっぱりその まあ人と人と接触することがリスクになるっていう、まあ、ニューノーマルの話ですね、つまり、人の警備員が立っていて、人の警備員とコミュニケーションするよりも、バーチャルなキャラクターとコミュニケーションをする方がリスクがないというような時代にもなってきたわけです。まあ、なので、今月、ですね原宿のセコモの本社ビルで、このバーチャル警備員がですねまあサーマルのカメラで体温を見て、体温が高い人には入管をお断りをしたり。 あるいはマスクつけてない方が来たら、マスクつけてくださいっていうようなことをまあ言ったりするという、そういうこともやっているんですね。なんだから、そういうことをやったりしているとでこれって質問なんですけど、はい、先ほどの3年前の女子大生のふとしたポストリットに書いた一言が、ここまで発展したってことなんですかもともとセコム、センサーネットワーク、センサーセキュリティをやっていて、友人環境の 友人環境のセキュリティもできるだけその自動化したたいいいなという思いはあったんでですねでも、なかなかそれが難しくて、うん、それが最近の映像表現技術とか、まあ、センサーの高度化とかで、まあ、5G も出てきますし、もしかしたら、友人環境のセキュリティできるかもなという、まあ、機運と、先ほどの,そのこうインサイトみたいなものがあって、まあ、いろんな点と点がつながっていくわけですね。 で、このニューノーマル化においては、まあさらに新しい価値が、まあ、出せるようになってきたっていう。うん、なんなかうちも結構事例があるんですが、さっきのそのデジタルトランあ話し出しちゃった。どう,どうぞどうぞ。画面共有されれますあれだったら。あ すみません、画面用意してないんですけど <laughs> あのデジタルトランスフォーメーションでいくとやっぱり課題ありきの,あのオーダーの方が我々多くて、うん、宮崎県の,あの漁労町の高齢化の事例なんですけど、まあ、カツオ漁業で、まあ、日本で漁獲量があの5位の会社さんがあったんですけど、まあ、漁労町がすごくこう高齢化で、えっと、船を降りなきゃいけないことが分かって。 いてで船を降りるとカツオって一本釣りなんでどの場所にこうカツオがいるかっていう漁師の勘がすごく大事になっちゃうんでそもそも漁獲高がすごくこう下がっちゃうっていうのがもうすでに分かっているっていうのを課題で出されてでこれを AI で解決できないかっていう、まあ、手段は AI っていうのを考えてらっしゃったんですけどでそれで AI のお手町のベンチャーさんが名乗りを上げて、えっと、今は、えっと、漁師のその 公開日誌を全部 AI で読み込んでで、例えばカモメがこう船の左側に止まっていたらえっ、ー、と、止まっていたらこの辺にカツオって置いてあって、えー、で、それを全部読み込んで今船にセンサーつけてこの前の多分2月とかに、うん、えっと、公開に実証を進んでいて。うんで まあ、あの一次産業を高齢化していくっていうのもう皆さんが持っている課題なんでこれがちゃんとあの形になれば横転ができるものになるので、うん、こん感じで進んでいるものがこれはすごく象徴的ですが割と。 多いですね。デジタルトランスフォーム。え、なんてめっちゃ市場起きそうっすよね。うん、なんてこの農業っていうか漁業を住っている人口、人手不足問題、しかりいわゆる暗黙知を軽視しかできてないとか、こ、うんうん、の辺のもろもろのもったいない、このままだとなくなってしまうアセットっていうのを。 まあね、いろんなところでできるっていうことですよね。なんかこういう DX とかまさにこの一次産業とか二次産業で使う場合ってやっぱお予算あんまりないじゃないですか。その大きい SIA とかに頼めばできるのかもしれないですけどもそこでそのオープンイノベーションとかリーに開発,する開発して実装するっていうのは多分栄光さんというかスタートアップと協業で作っていくっていうことだと思いますし僕らもうその DX をいかにリーにうん、うん。 こう当てながらうそうするといろんなその局面で DX で使える局面がどんどん増えてくると思うんでさっきみたいにその、まあ、漁業であったりとかお金をかけれないんだけど DX の,の改善の必要があるっていう時にそのオープンイノベーションというかスタートアップとの競争のまさにデマンだなというふうな。 なんか昨年その NTT コミュニケーションズさんのお手伝いさせていただいたんですけどそこでテレエグディスタンスのロボットのものがあって NTT コミュニケーションズさんって通信の日本最大手なので、まあ、多分作ろうと思えばロボット作れるんですけど。やっぱ ここはオープンイノベーションで、えーとま、もうすでにロボットを作ってらっしゃる早稲田つの,あの東京ロボティクスさんっていう,こうアームがすごい強いロボットを作っている会社さんとコラボして、うん、えと遠隔の危険領域のものをこうやってウィンって持ち上げることかっていうのを今研究開発進んでるんですけどま大手さんもやっぱりオープンイノベーションうまくこう使いこなし出してるなっていう感覚はありますよね。 <laughs> これすごい <laughs>。です下の方行くとですね結構なんか近未来的一番下かな写真があるんですけどあこれこれ。こか。かっこれ、ね、つけて動くと遠くでこのロボットが同じように動いてくれて<ー>ちゃんと感触とかも全部こ,うこっちに伝わってくるようになって。 でもこれなんかまさにね、今ってリモート診療の先ってやっぱりそのリモートオペレーションって言ってるんですけど、この辺のアプリケーションとかこの辺の市場ってむちゃくちゃでかいんで、そこのね、一つの事例とか、そこの一つの基盤だったら大きいですよね。うんうんうん こういうこと、ちょっと話は尽きないんですけど、もう気づいたらですね、あとやりたいんですけど、えー、っと8時ちょっと過ぎてしまったんで、<え>最後にですね、えー、最後じゃないです。あの、皆さんからなんかぜひちょっと質問があればですね、えー、っと、残り10分ぐらいお伺いして、ですね、何かやりたいなと、あ答えていきたいなと思うんですけど、えー、っと、今73名、すごいですね、最初から73名、今73名でほとんど、僕がなんか同性的に認した、<laughs> 謎の方かだけはいるんですけど何 <laughs> <laughs> かぜひこれは聞いてみたいわってところがあればチャットボックスにえっと皆,さん皆さんというか書き込んでくださいやっぱあの候補に怒られたんですけどこの,あの URL はなんか英語に相談できるらしいです英語に相談できるやつらしいんでなんか相談したい人はここまでいいですね 予定表が出るんだと思うんですけど、そこに中村、絶対同席しろとかあったら、同席するんで。<laughs> バーチャル愛子が。<laughs> はい <laughs>